はい、ということで、ズドベチ周辺でございます。はい、2本撮りなので、ごめんなさい。喉がですね、やられてる状態でございます。お聞き苦しかったら本当にごめんなさい。はい、ただちょっと、すぐにでも伝えたかったんでね、ちょっと動画にしました。はい、って感じでございまして。ライブ感想動画に来てください。今回ですね、グッズ紹介いきまーす。って感じでですね、今回私がこのアンダーグラウンドツアーですね、買ってきたグッズを紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録マンの方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは行きましょい。はい、って感じでですね、私いろいろグッズ買ってきましたので紹介していきたいと思います。まずはこちら L ライト、はい、って感じでございましてですね、まあ、今回もラルクアンシエルさん、ペンライトとかね、サイリウム、はい、導入しております。こちら、はい、ですね、最初僕このグッズ発表されましたね動画でも上げたと思うんですけど、色を変えれるのかなと思うんですけど、一応変えられます。これこんな感じで手動で、もうボタンが1個しかなくて、今回は押せばね、すごい、変えられます、はい、で長押しすると消える。ちょっとこれがね、ちょっとね、なんか体感長いんですよ。こうちょっと5秒くらい押さないと消えないなって感じで、なってます。でこれライブ始まる前に点灯確認するんで L ライトつけてくださいってアナウンスが流れるんで、その時にこうライトをつけておくと、まあ、自動制御されるってなってて、ライブが始まると、このね、なんだろう、色が、まあ、この LED の色に切り替わったりとか、点滅したりとかして、あ、なるほど、そういう演出なのかなと思いました。で、前回のそのさ、ラニバの時とかさ、マラカスライトの時はさ、まあ、なんだろう、こう自分たちでこう切り替えられない。手動でやったら、こう、単色しか自分たちで切り替えができないじゃないですか。ただ、今回は、まあ、あくまで、こう、自動制御って部分なので、こう、点滅してくれたりとかするんで、あ、それはそれで、こう、演出として、すごい面白いな、と思いました。はい。これが、L ライトです。はい。なので、まあ、なんか、勝手にボタンを押しちゃったり、間違ってもね、なんか切り替わらないと思うんで、ライブ中は。なんでね、すごい、いいと思います。で、ラルクイズって企画があるんで、それでもね、使ったりするんでね、これはね、ほんとね、絶対買っといた方がいいです。はい。まあこんな感じでね、アンダーグラウンド、ラルクアンシェルのロゴがあって、はい、これも、ああ、見づらいか。ここもね、一応アンダーグラウンドタイトルです。あ、消せば見えるか。あ、そうそうそう、こんな感じで、アンダーグラウンドタイトルです。はい、まあ、ストラップもついてますね。落下防止にできますね。はい、じゃ続きまして、こちら、はい。エルバンライト、はい。で、まあ今回、なんかさ、演出の都合上、2曲目以降でエルバングルライトも出してくださいとなってて、1曲目がですね、この、まあ、さっきの、このエルライトもそうなんですけど、これ全く光らないんですよ。でそういう、まあ、演出でやるので、まあ、光を使わないっていう1曲目演出なので、まあ、控えてくださいってなってるのかな、なってまして、まあ、これもおなじみですね。はい。まあ、パキってこう、こうって使うタイプ。はい。なってます。僕は、今回は、ピンクとか赤色が出ました。はい。これ結構長持ちするんですよ、光るの。はい、じゃあ続きまして、あ、今これ着てる、はい。今回のね、ケンちゃんプロデュースの、シャイニングハートロングシャツってところですね。ちょっと、前傾というかね、はい。こんな感じでございます。僕は、M サイズ買ったんですけど、今回ね、なんだろう、作りが結構タイトめというか、シュッとしてるシルエット。こことかさ、こんな、ね、シルエット。なんだ、骨格ウェーブみたいな、シルエットになってるんで、正直、なんだ、厚着とかしたらちょっとね、着心地悪いっすね。なんで、僕 M サイズ買ったんですけど、K サイズもありかなと思いました。K サイズが一番でかいよね。ケンちゃんが着てるやつが。なんで、だから厚着した上にこれはね、ちょっと着づらいなと思いました。ちょっとシュッとしてるね、タイトなね、デザインなので。はい。でもね、かっこいいっすね。これ、写真で見た時より、これ写真で見た時よりも、伝わるかな？思ってるのね、カーキっすね。オリーブ色というか。カーキなんでね、僕カーキ最近ハマってるんでね、これ嬉しいっすね。いや、これは買いですよ、皆さん。やっぱケンちゃんね、ケンちゃんファンとしても買いですよ。はい。なのでこちらが、はい、ケンちゃんプロデュースのシャイニングハートシャツ。はい。じゃ続きまして、ただ、はい、アクリルスタンドって感じで A と B、はい、両方買いました。なんか会場で売り切れ出てるの A、こっちかな、こっちの方が売り切れしてるのかなって感じでございまして、まあそっか、なんかまあハイドさんの構図的にやっぱり A の方が買いなのかなって感じでございます。まあアクスタは通常のアクスタ、いつものね、毎回ラルク30周年だったらアクスタすごい出してますけど、まあ同じ感じの、まあ、分厚い感じのね、まあそれぐらいお金かかってますからね。はい、こちらのアクスタでございました。はい、
さあ続きましてですね、あの前回のそのグッズ発表された動画の時に一番僕これおすすめですよって言った、はい、こちらバンド T シャツ、はい、ラルフの話ですね、ヴィンテージ加工がされたやつ、はい、これも買ってきました。もちろんこれ買わせていきます。じゃあちょっとこれ着てみましょうか。で僕はね M サイズ買いました、はい、ちょっと違いますね。はい、ということでですね、とりあえず開封したんですけど、ちょっとね近くで見るとね、やっぱりこう、うん、やっぱヴィンテージ感というか、うん、それがやっぱり出てますね、デザイン的に、うん、なんかちょっと着古した感じのデザインにはなってるんでね、あー確かになるほどなと思いましたね。はい、でもラルクアンシェンがあって、アンダーグラウンド書いてますね。まあ横言うんだったらこのヴィンテージ感を出すんだったら、このプリントもちょっとなんだろうね、割れてるというか、まあハゲさすというかした方がよりヴィンテージ感は出るのかなと思います。まあただね、それだとまたコストかかっちゃうでしょうから、うん、まあまあ高望みはしないですよ。はい、って感じでこんな感じになってます。で裏が、裏もこんな感じで、あでこれはさ、こう文字掛けと書いてた、ヴィンテージが、そうそう、こういうのをさメンバーの写真とかにもやっといた方がいいんよってちょっと思いましたね。うん、はい、こんな感じになってまして、で日付が入ってると、でちゃんとあれですね、追加公演、はい、この福岡のやつも入ってますね。なんでもう日程は全部記載されてるってなってます。はい、ちょっと着ていきます。はい、ということですね、着てみました。うん、まあ、ちょっとそれはちょっと短めっすね。はい、って感じで僕は M サイズ着てるんですけど、まあ僕ね M サイズはちょうどいいかなと思います。はい、ああ着心地いいっすね。ちょっとこう U ネックというかクルネックなんで、ネックは結構広めっすね。はい、こんな感じ。はい、でございます。はい、これがバンド T シャツですね。はい、では続きまして、ハイドさんのプロデュースのスカジャンでございます。はい、という感じでございましてですね、僕あのランプルフィッシュの時もねスカジャン買ったんですけど、今回もねナルク仕様のスカジャンが出ましたね。これもちょっとじゃあ開けていきましょう。はい、ということで開けました。かっこいい。でここにね、あのスイッチブレードのねナイフロープラルクの人が入ってて、裏面にスイッチブレードと L と、はい、ヘビ十字が入ってる。あ、僕はあの M サイズ買いました。はい、こんな感じでございます。あのね、M サイズ、僕は M サイズなんですけど、やっぱね、この袖だけがね、結構ゆとりがあるんでね、まあね、普通な人だったらね、M サイズでいいと思います、これ。で、ね、ダブルジップになってます。ダブルジップ。はい、ちょっとね、やっぱね、生地が生地なんだね。ちょっとですね、ジップがですね、締めづらいっすね。いつも以上に。あの、ランプルフィルの時は、もうちょっと締めやすかったのかなって気がするんですけど、はい。締めると、こんな感じ。丈も、まあ、ゆとりある感じですね。広めになってます。はい。こんな感じでね、ポケットも2つついてて。っていう感じでございまして、結構スカジャン着てる人多かったっすね。うん、やっぱハイドさん人気っすね。ハイドさんグッズはやっぱりかっこいいっすからね。はい、でこれもちょっと見ていきましょうか。素材感とか。はい、って感じですね。ちょっと素材感を取っていこうと思った時なんですけど、気づいたんですけど、今回ね、あの前回のハイドソロのランブルフィッシュの時になかったあの内ポケがついてるんですよ。あ、これ便利って思ってて、中見たらこう歯切れが入ってますね。まあ、あの修理する時とか。合わせると器用とかなのかなと思いました。はい、で胸ポケあるんだよね。これ今回便利ですね、より。はい、でも何になります。まあ作りは正直ね、うん、まあ、うん、いいものっていう感じではないかな。まあブランドとかね、あの、まあ、量産っていう意味もありますから、ちょっとね、あの、うん、素材は正直、うん、あんまりそこまでいいって感じですね。ただでもやっぱかっこいい。まあそれちょっと取り扱い気をつけた方がいいですね。これこういうの結構ね、傷つくというかね、毛がこうパッてなっちゃったりするので、ね、取り扱いはねまずね気をつけた方がいいですね、これスカジャンは。うん、はい、こんな感じです。うん、裏面はこんな感じですね。裏
サテンの生地のサラサラした感じ。はい。まあこの刺繍とかはすごいですね。すごい凝って作られてますね。うん。でここにね、いつものラルクのシェルかけるスイッチブレッドローが入ってます。まあこれはちょっとね、丁重に着た方がいいですね、このスカシャン。はい。ちなみにじゃあケンちゃんのシャツの質感とかも見ていきましょうか。はい、って感じで襟元にね、この CH ラインのロゴが入ってまして、はい、シャイニングハートが入ってると、はい、こんな感じで生地はね、やっぱりちょっと薄めですね、うん、なんでまあ春先にシーズンとしては着やすいかなと思います。まあなんでね、ラルクのツアーも春先までございますから、はい、まあシーズン的にはちょうどいいですね。まあ質感は本当にね、カーキのね、うん、感じで、これ素材なん、綿、これ素材綿100っすね。なんで綿の感じなんで、本当にシャツ、まあ裏面は無地ですね。はい、まあ、なんでロングシャツなんでね、やっぱり丈は長いですね。はい、ちょっと電車で普通に座ってたんでね、ちょっとシワができちゃってますけど、はい、まあこんな感じがケンちゃんのね、ロングシャツの質感でございます。やべ、ブレてると思いますよね。ブレてるじゃねえや、ぼやけて、はい、あ、動くと、こんな感じでございます。さあ、ということでございましてですね、続きましてですね、皆さんお待ちかねないんじゃないですか、はい、こちら、はい、ドエル専用マグカップでございます。これじゃあ開けていきましょうか。はい、こちらがドエル専用マグカップでございます。はい、これは面白いですね。はい。あ、これリバーシブルですね。こっち向きにしてもドエル専用となってます。はい。こんな感じでアピールできます。で、底面は何にもないんですけど、コップ内側の、こちらにこう、アンダーグラウンド書いてます。まあ、いつもマグカップですね。注意事項は。はい。で、このですね、はい。こちら。ドエル専用マグカップをですよ、皆さんね、ラルカフェで買いますと、コースターが乗りますから、コースターのね、ラルカフェのコースターの上にドエル専用マグカップを置く。うわぁ、まさにアイムドエルですね。はい、って感じでございまして、ドエル専用マグカップ、これ、もう愛用させていただきます。はい。あとはですね、東京限定のお土産の、はい、今回、ラル雷おこし。まあ、これ前回と一緒ですけど、雷おこしですね。はい、お菓子。で、うさぎの絵ですね、今回は。一番のケンちゃん、ハイドさん、てっちゃん、ゆきひろ先生、はい、こちらになっております。あとですね、今回プレミアムチケットね、アリーナ確定のもらえるグッズがこちらになってます。はい、まあ、ちょっとこれ開けますか。はい、これは何ですかね、トートバッグか、円形のトートバッグでね、クッションになってるんですよね。このクッション材が入ってる。あ、これはこれでクッションなの。あ、ちょうどこのサイズ感のクッション欲しかったんで、いいっすね、これ。うん。デスク用のね、クッション欲しかったんですけど、まあ、このまま座ってもいいよ。うん。なんか、シンバルケース的な感じですね。はい。こちら。で、僕が行った東京公演は、赤。これは日ごとに違うの、それとも会場ごとに違うのかなって感じで、僕が行った東京3日目は赤でした。はい。裏はメンバーのシルエットが入ってます。早速これ座ります。で、あとおなじみのパスですね。はい、まあ、ルシエルですよっていうパスで、今回は赤、はい、赤い、なんだっけ、これ入ってます。はい、こんな感じ、うん、でございます。で、あとですね、ラルクジ、デジタルラルクジなんですけど、こういうキーホルダーがもらえたりとか、缶バッジとか、まあ、マスキングテープ、おなじみのが、まあ、もらえるんですけど、シークレットね、今回のシークレットなんですけど、まず、チケット当たりました。シークレットチケット、シークレットデザイン。僕はハイドさんとケンちゃんになりました。やったー、もう拝見をしてですから、僕は。裏面こうなって。なんかあれだよね、前ルシエルのさ、キャンペーンで、ピクチャーチケットがもらえましたね。まあ、それの代替えというか、まあ、今回は、まあ、ラルクジのシークレットとして登場する。っていうのと、2種類あって、もう一個は、僕も前動画でしましたけど、
アクキーね、やっぱこのご当地お菓子のアクキーで、僕はあのハイドさんとユキロさん、ユッキーが出ました。はい。ラルクじゃね、こんな感じでございます。はい。まあ、以上がね、今回のグッズ紹介になりますかね。なんでね、あの、これからね、この後ね、大阪公演とか、名古屋公演とか、あと追加公演、埼玉とか、横浜行かれる方ね、ぜひとも、参考にしてみてください。はい、って感じですね。まあ、以上になります。よしは、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、ダスビッダーニア。大切なのは自分自身だ。